ういう動きしないとダメなんだって教わった。じゃあそれをやりながら、じゃあ最終的にどういう風になるからこの動きをしないとダメだよっていう、こう最後の最後の答えまで教えてあげないとレッスンって成り立たないと思うよ。そうですよね。その時の単発だけでスイング見てこうっていうのも違いますもんね。その形だけこうだよこうだよこうだよって言っても、うんうんうん、実際本当にそれがその人に合ったスイングでいい球が打てるかどうかっていうのはそれはまた別物だから。そうですよね。やっぱりスイングはこれが正しいというものはないからさ、はいはいはい、自分なら自分のスイングがある、はい、俺なら俺のスイングがある、そのスイングを持った上での中で微調整をしてあげるっていうのをやっぱ考えないと、やっぱその人の柔軟性もあるし骨格の違いもあるし、ね、関節も違うし、そういうのをやっぱりちょっと見極めるぐらいの目利きがないとレッスン、本当のレッスンって難しいと思う。